アイジュウェルジル・ャパンですよろしくお願いしますますずはこちらのの写真私の祖母です幼い頃から祖母が私の憧れでしたいつもチャーミングで週末になると着物を着てフラダンスをしたりととにかく私は大きくなったらおばあちゃんみたいになりたいと言ってきましたしかし86歳の時にバスの中で転倒圧迫骨折をしました 幸い、怪我は感知し、元の日常生活には戻ったんですが、ある時、祖母がこうつぶやきました。手伝ってもらってごめんね。ちょっと長く行き過ぎちゃったかしら。衝撃でした。大好きな祖母が、尊敬している祖母が、そんなことを言ってしまって、なんで言わせてしまったんだろう。自分にも、社会にも、憤りを感じました。 皆さんの周りのお父様、お母様、おじいちゃん、おばあちゃん、いかがでしょうか本当に心の底から笑って、前向きに長生きしたいと思っていますでしょうかこんなデータがあります。人生100年と言われている現在でも、100歳まで生きたいと思っているシニアは21%、たった21%しかいない。日本は、 世界ナンバーワンの超高齢社会日本は平均寿命は伸びているのに前向きに長生きしたいと思える社会になっていないんです。実際に私の祖母のように介護などの身体的なサポートは必要ないものの日々できないことが増えていろんなことが億劫になっていくフレイルという状態のシニアは全体の70%を占めま,ます。そんなシニアたちが明日 起きるのが楽しみ、人生これからまだまだと、ポジティブに、そんなポジティブな言葉を引き出したい。前向きに生きるシニアを増やしたい。こうして私は、2020年に起業、孫世代の相棒サービス、モッドメイトを始めました。モッドメイトの最大の特徴は、Z 世代の若者がシニアの相棒になっているということです。 サービスの様子ぜひご覧ください Z 世代の若者がシニアのご自宅に訪問して家事代行や介護以外の暮らしのお手伝いプロデュースをします趣味のお供はもちろんスマホやパソコンのデジタルデクチャー TikTok を一緒に踊ったりお出かけを一緒に楽しみ記念日は一緒にお祝いをします高齢になってケーキを振ってやてることができるシニア本当に少ないんです もっともっとというポジティブな気持ちを引き出すソウルメイトがもっとメイトです。現在、1都3県で展開中。月額会員制で月2万円程度ご利用の方が多いです。ユーザーの多くは70代から80代の家族と離れて住んでいる方、または独居の方です。もっとメイトの素敵な字でご紹介します。こちらのけいこさんは87歳。最初の会員さんで、 もっとメイトパートナーは私です。毎週木曜日通ってます。出会った頃、いこさんはこう言ってました。最近足腰が弱って物忘れが増えて、しょんぼりすることが多いと。でも現在、3年半経っていこさんはこう言います。赤木さんどうしよう。人生100年なんでしょ私87歳なんだけど、赤木さんと出会って未来が広がっちゃって、やりたいことがたくさん、あと13年じゃ足りないかもしれないと。 こちらの87歳の黒田さんは、モッドメイトが通い始めた頃、一緒に住まれていたお姉さまが亡くなられて、私にも早くお迎えが来ないかなと言っていました。しかし、今の黒田さんの夢は、モッドメイトパートナーの結婚式に自分の足で歩いて参列することなんです。すごくないですか私たちモッドメイトは、ネガティブなシニアをポジティブに変えることができるんです。 実際に先ほどのこちらのアンケートをモッドメイトの会員さんにするとなんと94.2%が100歳まで生きたいって言うんですではなぜネガティブなシニアをポジティブに変えることができたのかその答えは傾聴にありました傾聴とは一見元気そうでお困りごとやお悩みがなさそうなシニアの潜在的な本音や 本人も気づいていない欲求にたどり着くことです。さらにそこからポジティブな行動を生み出すようなご提案をし、実現の後押しをすること。それが私たちモットメイトパートナーという仕事です。このような世代間交流型の傾長時間は累計で6000時間。間違いなく私たちが日本で一番シニアの本音に向き合っているという自負があります。 また、この傾聴内容はすべて録音し、文字化して GPT 解析をしています。このデータを活用することで、傾聴力の高い若いモットメイト人材を短期間で育成する教育プログラムを独自開発しています。私は3年間、私たちモットメイトは3年間、ネガティブなシニアをどうしたらポジティブに変えることができるのかを探求し続けてきました。そして、 ポジティブに年を重ねるという生き方をエイジウェル、エイジベルと定義しました。エイジウェルです。このエイジウェルという言葉を掲げてから確実に仲間が増えていて現在123の企業自治体との協業が始まっています。具体的な取り組みをご紹介します。 モッドメイトパートナーがシニアの集まる場所に出向いた地域イベントは年間300回。また、今年から鉄道会社とコラボしたシニアが集まるコミュニティも運営していて、たった4ヶ月ですが、すでに会員さんが80名います。さらに、毎年エイジエルをテーマにした未来を考えるカンファレンスを主催していて、今年は来月10月13日にあります。約1万人を動員予定です。私たちは、 介護や医療以外のこの51.5兆円の市場をエイジ g ル市場と捉え、このエイジ g ル市場でリーディングカンパニーになっていきたいと思っています。